Kyotography, held in the spring in the ancient city of Kyoto, is one of the international artistic events taking place in Japan. I participated in its related open call art festival, Keiji Plus. This kanji character is prefixed to verbs and adjectives to mean faintly perceived. It is not a clear verbal assertion. It has been regarded as Japanese virtue since ancient times. Hello, my name is Motoko Sato. This is not an assertion to you. This is just what accepts you. Sometimes words harm people. Words can command people. Words can be violent. Plants are the source of life. I accept you quietly as they do. I just silently accept you. This work is a song without words. This work will be close to you. I don't have any words to assert to you. I just pray silently. I want everyone to live with peace of mind. I just pray without words. Thank you.
こんにちは、佐々木和弘です。私は初めてダムの建設現場を訪れた時、その大きさと造形に魅了されました。その反面で、こういった治水施設が自然を切り開いて作るため、環境を変化させてしまうことが気になりました。それは、私が水に関わる仕事をしているからでしょう。自然災害が毎年起こり、その勢いは増すばかりです。近年の災害に対して、これまでのダムでは、機能が足りていないのかもしれません。地球が我々人類に対して拒絶反応を起こしている、災害はひどくなる一方です。構造物を作るだけでは、もはや自然には対抗できないのかもしれません。それでも、なお、ダムと我々は共存しながら、なんとか我々の生活がさらに破壊されないように、立ち向かっていくことが必要だと思います。私は、自然の思いをコントロールするために作られたダムを機能美に深く心惹かれながら、この構造物は末永く保たれていくことを願っています。
2011年3月11日以来、あの大津波や原発事故、度重なる苦難、苦しい思いをしている被災した人々のことをずっと考え続けてきました。写真家として自分に何ができるのかと。きっかけはモスクワの州立美術館での個展を見て、ウクライナからメールをもらったことでした。福島の今を描く写真展をしてくれないかと。最初は大変だった過去のことだけに関心がありました。しかし被災者の方に会ううちに、今の暮らしのことに興味が湧きました。何気ない普段の生活の中に、人の人生にとって大切なことは何なのかを教えてくれるたくさんのことが含まれている。それに気づかされたのです。彼らの暮らしぶりから、人生は美しい、素晴らしいと教えられました。そして彼らの言葉は、同じように辛い思いをした方に勇気を送ることができると感じました。さらには国と国、人と人との壁を取り除き、貪欲、憎悪、不寛容を追放する力があるのだと